皆さんこんにちは。日本語リンゴのカンタです。カイです。今日は明るいという言葉についてお話しします。はい。明るい、明るい。明るいには2つの意味があります。反対の言葉は暗いです。1つ目の意味は光が十分にある状態のことです。この部屋は明るくていいね。私は暗い場所が好きではない。ねえ、今何時？7時だよ。え、もう7時？うん。まだ外は明るいね。そうだね。もうすぐ夏だね。二つ目は、いつもニコニコしていて楽しそうな人の性格を表すときに使います。あの子は明るくて一緒にいると楽しい。僕は明るい人が好きだ。それでは例文を字幕なしで復習しましょう。この部屋は明るくていいね。私は暗い場所が好きではない。ねえ、今何時？7時だよ。え、もう7時？うん。まだ外は明るいね。そうだね。もうすぐ夏だね。あの子は明るくて一緒にいると楽しい。僕は明るい人が好きだ。今日は明るいという言葉についてお話ししました。はい。質問や感想があればぜひコメント欄にコメントしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。